鹿児島からのファストブレイクが早いゲインズジュニア、児玉打とうとするところマットハームス2連続でオフェンスを成功しました鹿児島です。ゲインズジュニアから児玉の3リング手前、おお吸い込まれました。そして鹿児島も児玉のアタックからコーナーから上田、綺麗な放物線を描けました。外もあるところを見せたいというマットハームスでしたが、セカンドチャンス、今度は中田エンドワン。コマミサイガジャックから最後ファールを受けてエンドワン獲得です。リバウンド、もう森田がよく取りました。セカンドチャンスです。森田対中村、森田が決め切る。まずは鹿児島が点差を縮めていきますが、ここも森田が競っていく。中村太一、おーブロックショット、森田。藤本が中村をかわして中に潜り込んでいって外に出した。7番アメタニ、おーフェルナンド・カレロヒルヘッドコーチはどのようなデザインを授けているか。ゲインズジュニアの3が決まる。早速存在感を見せていきましたゲインズジュニア。リチャードソン、アタック左に駒水、ポンプイクから決め切る。第2クォーターだけで4本鹿児島スリーポイントシュートを決めています。鹿児島はどうデザインするか。児玉が走り込む、児玉が上がる、決めた。バンクショット、最後はブザービーターになりました。ゲインズジュニア対西川、ピックを使う、外に出した児玉、おお決まりました。ここはゲインズジュニア外に出した上野のコーナー3、きたー、2連続スリーポイントが来ました。ゲインズジュニアが右からスピードを上げていく、レイアップ、滞空時間が長い。右に展開、ベースライン沿い、中に侵入、12番の藤田、ゲインズジュニアが空いている、きたー、ガッツポーズを見せましたゲインズジュニア。外からのシュート構成で乗ってくるか、2連続来るか、ゲインズジュニア、このガッツポーズ。タイムアウト明けの最初の攻撃を成功することができなかった鹿児島に対し、おお後ろから狙っているジュフバンバ、スティールになりました。児玉ファストブレイク成功。ハームスがトップの位置、スリーもある、打ってくる。オフィシャルタイムアウト明け、ハームスからゲインズジュニア、ゲインズジュニアのディープスリー、今日これで4本目のスリーポイント。一方ゲインズジュニア、駒水スリーを打つ、くる。最後西原市紹介アリーナのブースターに駒水がスリーポイントシュートを見せました。